はい、よむらぎです。今日はですね、マリオホームサーキットで遊んでいきたいと思うんですけど、これね、なんか、カーペットの上だと、タイヤがうまく滑らなくて回らないんですよ。俺の部屋のフローリングがもうなんか10年ぐらい使って汚いから、せっかくなので、今日はね、ちょっと買い物してきまして、なんか、良さげな部屋にしようと思って、マリオカード用の良さげな部屋にしようかなと思って、いろいろ買ってきました。で、買ったのが、これ、ね、スケッチブックなんですけど、まあ、画用紙代わり。これで床に貼り付け、ちょっと道作ろうかなって思います。そのマリオ用の道ですね。とか、まあ、いろいろ買ってきたので、これでちょっと新しいマリオのコースをね、作っていけたらいいなと思います。よろしくお願いします。はい、こんな感じで、スケッチブックの中を取り出して、で、この上に、ペンでさ、落書きとか、標識とか書いて、うまいこと、マリオカートの、ね、サーキットにできたら、いいなと、思ってます。頑張りましょう。この間、おもちゃ屋さんに行って、鬼滅の刃のフィギュアを買ってきたので、これも立てて、で、マリオから見た時に結構大きく映ると思うんですよ。なんか炭治郎とかちゃんと映るかな楽しみなんですけど、ちょっとこの下のね、床もね、引き伸ばしてね、綺麗にしようかなと思います。ちょっと作業するので、一旦止めます。ちょっと作ってたら猫ちゃんが邪魔しに来ました。いや、応援しに来てくれたのかな？割といい感じにできました。うわぁメイメイぐらい放置してたらこうなっちゃいました。多分猫ちゃんがやりました。はい、せっかくなのでね、マリオを走らせていきたいと思うんですけど、メイちゃん、待って、メイちゃんが上にいるやばい。これ動かせないぞ。ちょっと待って。メイちゃん、ごめんね。ちょっと一回俺がさ、置いた鬼滅の刃のフィギュア見に行くから。ちょっと邪魔されてるんですけども。あとさ、地面がさ、ちょっと盛り上がっちゃってるんだよ。ほら、髪が。あ、イノスケいる。あ、動かない。髪のせいで動かない。もうせっかく作ったのに。あ、動いた。イノスケかっこよすぎる。で、この視点から見るイノスケめちゃくちゃかっこよくないですか？うわぁ、演奏した？あ、動かなくなっちゃった。猪之助助けて。いや、終わり？この動画。終わりですよ、皆さん、これ。ちょっと、やばい。やばい、なんか、ジュゲームがなんか言ってきた。あ、これ、立てて、作れって言われてます。なくても楽しめるんですけど、あった方がいいらしいですね。はい、これが本来の遊び方なんですけど、俺今、普通に鬼滅の刃のフィギュア並べて、ちょっとマリオが助けてきます、今から。ただいまです。ちょっとマリオの、タイヤにですね、髪が噛んじゃってて、無理でした。引き続き見ていこうかなと。化け物め。化け物め。メイちゃんがいる。あ、見て、炭治郎。見てください、皆さん、炭治郎を。炭治郎見てください。黒糖を持ってかっこいいですよね。炭治郎と、で、止めますよ。オッケーオッケー、やっと動けた。もうこれさ、ボロボロになっちゃったんだよな。イノスケに被るな、ジュゲーム。ジュゲーム、そこをどくんだ。イノスケとちょっと被っとるんや。あ、これもいいよね。ねずこちゃんと炭治郎の、兄弟揃っているところいい。で、ちょっとね、他のフィギュアとね、形違うんですよ。顔がちょっと大きくて、可愛らしい感じになってるんですけど、やばい、動きづらい。あ、だからガソリンないぞ。今マリオのガソリンがない。燃料がメイちゃん。これいいですね、これ。あ、イノスケもいるんですよ、ちゃんと。ちなみに、このイノスケは、おいしょ。このイノスケはね、頭の付け替えができるので、イノスケの顔の方がね、イノシシじゃない方の顔も、ちゃんと下に置いて、あー、噛んじゃった、もう、噛んじゃった。噛んじゃった、動けなくなっちゃった。
わあ、せっかく髪つなげたのにな。なんか悔しいな。ボロボロになる前はちゃんとね、できた気がするんだよ。まだ走らせてなかったけどさ。あ、こんなに膨らんでなかったの、地面が。ねえ、メイちゃん。メイちゃんは、なんか、そういえばね、猫ちゃんの、虐待になっちゃうから、その、カートで追い回したりは、みんなしない方が、良いです。なんかね、公式でも言ってた気がする。なんか猫ちゃんを追い回すような使い方はダメみたいな。ペットがかわいそうみたいな。うちのメイちゃんは逆にね、俺が逃げてるからね。俺がメイちゃんから逃げてるっていう。むしろなんか興味を持ってくれてるんですけど。でもいいね、別室で見れるのいいですよね。本当はね、メイちゃんね、この部屋でね、寝てるときは上の、こっちで寝てるんですよ。あそこの、今ちょっと物を置いちゃったんですけど、俺の、腹筋する場所。あそこでゴロゴロしたり、ディグダのとこ。キャットタワーなんですけど、あれ。あそこを使ったりしてました。見て、前室の下から見る感じ。これいいよなぁ。こういう使い方ができるのが、すごい、楽しいっていうか、なんか、普通にフィギュアを、違った角度で楽しめるって結構、すごいいいことだと思うんですよ。いつもは上から目線になっちゃうけど、この同じ目線に見れるっていうのは、すごいやっぱ、ファンからするといいよね。ちなみに俺、鬼滅の刃の映画もう2個見に行ったんですけど、2個?2 回、2回見に行ったんですけど、両方ちょっと楽しませていただき、もう1回行きたくなっちゃうよね。もう2人いいなぁ。おい、メイちゃん来ちゃった。ごめんて。ごめんて。これ俺だと思ってんのかな、今。運転席にはマリオじゃなくてウナギがいるよ。思ってんすかね。メイちゃん。て全然逃げないんだよ。可愛いでしょ。ほら。あ、首してる。食べないで。食べ物じゃない。美味しくないよ。よしよしよし。いいね、いいね。この速度で走りたい。よし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 。速度が速ければ、罠には引っかからない。よしよしよし。いい。とてもいい。楽しい。わあ、ちょっとグワグワしてる。ここ通るよ。ごめんね。通りますよ。お鬼滅の間通っていいね。伊之助と善逸の、そして炭治郎の間を。あはは、当たっちゃった。運転下手か。ちなみに俺、無免許運転やわ。免許持ってんのはマリオカートでしか運転したことない。あ、メイちゃん出ちゃった。